中里の左足ゴール前、ここは跳ね返す。さあ長崎はここから速攻といけるかどうか。尾長です。こちらもルーキー、大卒ルーキーの尾長、ボールを奪われてもう一度奪い返す吉岡、はい、吉岡クロス、わあキーパーの前、いい間でしたが、いいよ、ここはコーナーを取りました。いや今のいい判断でしたね吉岡、あの辺りのこのボールを入れるセンスですか、はい、今のタイミングっていうところですよね。これちょっと中が少し反応遅れたんですけども、この後ですね、ここで一旦取られるはするんですが、ここで奪い返して、はい、ここで上げたっていうところですよね。さあボックスの中には3人4人5人と入ってきた、うん、今のは4ワピンですか、いいボールでしたね。足で狙っていきました。最後ね、まあ、田代が最後体寄せてたんで、まあ、自由にはやらせなかったですけどね。そして長崎は前からチェックに行く澤田、ここは伊庭がキープします。佐藤、また伊庭に、うん、ワンタッチで三浦、ここは打てない。いや面白かったですね今の。佐藤さん、はい、横浜 FC なんですが選手交代があります。ほう、11番の三浦に代わって9番の津田が入ります。はい、三浦和義がこの時間でピッチをアウトするということになりました。さあ野村からクロスが入ってきた、いいボール。さあここはダイレクト、あっと PK です。澤田のハンドです。ゲームは58分を回ったところです。初戦は完封ゲームの増田ですが、増田ここは決まった。見事に横浜 FC伊庭の左足先制点、59分、まずアウェーの横浜 FC が1点をリードということになります。ここで交代があります。長崎は吉岡に代わって中村啓太ということになります。中村が落とすがなかなかボールがつながっていきません。横浜 FC のチェックも早い。さあもうリスタートしている中村、中村啓太右にいいよ、クロスを入れる、逆サイド打てるか、入った決まった。中村長崎同点、78分です。後半から入ってきた中村、今シーズン初得点で同点に追いつきます。このドリブルの仕掛け良かったですね。いや思い切ってタイミング良かったですね。あの旗が入ってきて、うん、こうフレッシュ感がありますよね。やはり厳しく厳しくボールにいっています。さあボールバッター、イオからして尾長、尾長打った、うん、今ポストに当たりましたか、ね、まあ、おそらくキーパーも触ったと思うんですけどね、はい、中に入ってくる伊庭のヘディング、まだつながっています。シュートはクロスバーの上、ん、終了ですね。ここで長い笛、試合終了です。